Spinner。 こんにちは。本日12時のデイリーブリーフ、フラッシュニュースをお伝えいたします。グローバルニュースを素早くお届けするため、AI を使用したフラッシュニュースの配信を開始しました。デイリーブリーフのフラッシュニュースで最新情報をいち早くキャッチして、ぜひ皆様のビジネスにご活用ください。一つ目のニュースです。トランプ氏、二重課税廃止公約。ドナルド・トランプ氏は、次期大統領選で当選した場合、海外在住のアメリカ人に対する二重課税を廃止すると公約しました。この政策は、アメリカ国外で働く数百万人の生活を大きく改善するとされています。トランプ氏の税制改革案の一環として、国外在住の有権者に支持を訴える狙いがあります。しかし、批評家は選挙対策と批判しており、実現には議会の協力が必要です。次のニュースです。ラタンタタ氏、86歳で死去。インドの大手複合企業、タタグループの元会長ラタンタタ氏が86歳で亡くなりました。タタ氏は、インドの複合企業を20年以上にわたり率い、イギリスの自動車ブランドや製鉄会社などの買収を通じ、グローバル展開を推進。彼の指導でタタグループは、世界的企業へと成長し、慈善活動にも積極的でした。最後のニュースです。野生動物の個体数、50年で 73% 減少。WWF、世界自然保護基金の報告によると、過去50年間で世界の野生動物の個体数が平均 73% 減少しました。主な原因は、人間の活動による生息地の喪失で、アマゾンやサンゴ礁など多くの生態系が危機に瀕しています。一方、マウンテンゴリラの一部個体群が増加するなど、保護活動の成果も見られますが、全体的な種の減少を食い止めるには不十分です。WWF は、気候変動と生物多様性の危機が今や人類全体への脅威だと警鐘を鳴らしています。デイリーブリーフをお聞きいただきありがとうございました。感想はカタカナで、ハッシュタグ、デイリーブリーフとつけて、ぜひ SNS にポストしてください。デイリーブリーフをフォローいただくと、毎朝の配信に加え12時と18時に最新のグローバルニュースが届きます。次は夕方18時にフラッシュニュースを配信します。良い一日を。